洋服の青山公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。洋服の青山の住谷です。本日から新シリーズ、マホの魔法のコーディネートがスタートします。このシリーズは商品の紹介やコーディネートの提案など、どんどんしていきますので、皆様の参考になったら嬉しいです。マホの魔法のコーディネート第1弾の紹介は、ゼロプレッシャーシリーズより、暑い夏におすすめの接触冷感機能のついたゼロプレッシャースーツの紹介です。こちらの商品は大好評いただいているゼロプレッシャースーツの中でも実用の商品になりまして、触るとこちらひんやりする接触冷感の機能がついております。もちろんゼロプレッシャーといえば、なんといっても皆さんお分かりかと思いますが、こちらのストレッチ製ですよね。こちらの商品はブルーとグレーを今回ご用意しておりまして、あの夏らしいコーディネートも楽しむことができますので、ぜひ店頭でご覧ください。マホのコーディネートチェックのコーナー。このコーナーは洋服の青山のスタッフが着用しているコーディネートを、私がより素敵なコーディネートに仕上げていくコーナーになります。コーディネートチェックに参加していただくスタッフの方はこちらの方です。皆さんこんにちは、洋服の青山の諸岡です。よろしくお願いします。諸岡上席、よろしくお願いいたします。お願いします。それでしたら今回からチェックの方を早速始めていきます。私がおすすめするコーディネートはこちらです。おすすめポイントはインナーとシューズです。インナーを濃紺のポロシャツからホワイトの T シャツにすることで、見た目も着心地も涼しい印象にしてみました。そしてシューズも黒から白に変えることで T シャツと色を合わせてコーディネートにまとまりを出しています。諸岡上席、いかがでしたでしょうか。はい、接触冷感のスーツには涼しげなコーディネートでとてもいいと思います。ありがとうございます。以上、マホのコーディネートチェックのコーナーでした。今回、接触冷感のゼロプレッシャースーツの方をご紹介していきました。今後、商品でこんなのを知りたいや、コーディネートこんなのを教えてほしいなどがあれば、ぜひともコメント欄の方でお待ちしております。そのコメントをもとにですね、動画をどんどん作成していきますので、お楽しみにお待ちください。それでは最後にゼロプレッシャースーツのコーディネート動画でお別れしたいと思います。マホの魔法のコーディネート、次回もお楽しみに。